サイバーフロント高画堂スタジオ黒猫さんチーム、優しく届いてあなたへと初様に返済能力なしと私が判断した時点で黒猫魔法店は即取り壊しだ。借金なら返します。一生懸命働いてこのお店で街角に咲いたするにはパルフェ、助けを求める君の祈りが奇跡を、極上のミラクルを呼んだのだにゃ。パルフェちゃん頑張ってね。またお花が必要だったらいつでも来てね。とにかくあなたみたいな貧乏人に家の周りをうろうろされたら、うちの店まで貧乏が移っちゃうわ。いらっしゃいませ。パルフェお姉ちゃん、こんにちは。私はフィリス王子に呼ばれてこの国にやってきました、銀遊詩人です。君、大丈夫？怪我はしてないかい？ガキがこきおる。立派な人は年葉の床の一人娘に借金なぞ残しはせんわ。なんだろう、何か嫌な予感がする。こっちがユーリスだから、あなたはユーリアでいい？ミー、面白いですな。思い、いつもあなたはそうだ。何この規格外の魔力。貴様の母親は相当不死だらな女だったらしい。こんにちは、パルフェシクレールです。魔法店経営アドベンチャーゲーム、リトルウィッチパルフェ黒猫魔法店物語がプレイステーションポータブル専用ソフトとして登場します。かき回せ超豪華め、売り尽くせ魔法薬。借金返済のため私パルフェは頑張ります。さあ黒猫魔法店、張り切って営業開始だ。